これより会議を開きます。予算の実施状況に関する件につきまして調査を進めます。本日は内外の諸課題についての集中審議を行います。この際お分かりをいたします。本件調査のため本日政府参考人として文部科学省初等中等教育局教育課程総括官櫛田利美君、厚生労働省大臣官房高齢障害者雇用開発審議官田谷信直君、厚生労働省衛生局長佐古井正美君、厚生労働省保健局長浜谷博樹君、国土交通省道路局長吉岡幹雄君、防衛省大臣官房衛生官椎葉茂樹君の出席を求め説明を聴取いたしたいと存じますが、ご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よってそのように決しました。質疑の申し入れがありますので順次これを許します。はい、以上。